便の中に自分の毛と猫草が出てました。ちょっと猫草の食べ過ぎかもしれないですよ、この出てるってことは。はい、それで原虫の検査ね、と細菌層、ちょっとうんちの固まってるのがあんまりないから、まあまあこれが細菌がちょろっと動いてます。そうやって思うとさ、こう白山もっかい後で見るけど、細菌の動きが大きいんだよね。だから腸内細菌すごく崩れてるかなと思います。で40倍、この倍率でまあ寄生虫の卵を見るんですけど、まあいません。なんかうんちがあんまりしない。あった。はい、でこれが未消化反応を見るんですけど、まあこういう茶色っぽいところはいいです。たまにちょろっとだけ未消化があります、うん、さっきは炭水化物で、今度脂肪の未消化反応があると赤く染まってくるんですけど、はい、こ、いや違います、これは本当に外だから、これはこんな風に赤く染まるのが出てくるわけですけど、ないと思います。正常です。そんで FT を外して、これは浮遊法か、しおんちゃんね、しおんちゃんの浮遊法、便をちょっと集めて比重の重たい液体と溶かして10分間放置して上に浮かび上がったのを拾うと、そうすると線虫の卵とかがいれば見つけられるんですけど、まあ、ちょっと見ていきましょう。まあ線虫の卵、甲虫、海虫、便虫の卵、それからあとコクシジウムもいないと思います。まあ少し未消化があったけど、まあほぼほぼ正常だよね。はい、じゃあ一回止めて。